こんにちは。嬉野ホットステーションの時間です。11月30日月曜日、塩田庁舎で嬉野市見守りネットワーク協定調印式が行われました。嬉野市見守りネットワークとは、嬉野市と協力事業者が連携をし、市民の見守り活動を行い、安心して暮らせるまちづくりを目指すものです。平成24年8月より県内初の取り組みとしてスタートし、これまでに17の事業者と協定を結んでいます。今回は第一生命保険株式会社佐賀支店との協定を締結しました。嬉野市はこれからも協力事業者を募集し、安心して暮らせるまちづくりを目指します。今回は等々力小学校で行われたしめ縄作りの話題、年末年始ゴミ収集・資料汲み取り日程のお知らせなどをお届けします。それではどうぞ。11月23日月曜日祝日、等々力小学校体育館にて5年生学年行事しめ縄作りが行われました。これは毎年恒例の行事で、等々力大野原地区地域コミュニティの方の指導のもと、5年生とその家族が一緒にしめ縄を作ります。今回は5年生35人とその家族らが参加しました。きれいに裾を揃えてから組んだ方がいいですよ。まずは藁を束ねて締め込んでいき、縄を作ります。初めて藁を触る児童もいて、慣れない作業に苦戦していました。最後に飾りをつけたら完成です。皆さん一生懸命作業に取り組み、個性ある立派なしめ縄が出来上がりました。完成品を見せてくれました。難しかったです。とっても難しかったけど、最後に完成できてよかったです。何回か作ったことあったけど、だいたいおじいちゃんにやってもらっていたので、今日は自分でできたのでよかったです。とても難しかったです。結構よくできました。とても難しかったけど楽しかったです。手作りのしめ縄でさらに良い年を迎えられそうですね。環境水道課から年末年始のゴミ収集・資料汲み取りの日程についてお知らせします。日程はご覧の通りです。ゴミ中継基地への持ち込みは午前9時から午後2時30分までです。ただし12月26日土曜日は午前9時から午前11時30分までです。粗大ゴミについては各家庭から依頼を受けた場合に有料で臨時収集を行っていますが、12月16日水曜日から1月17日日曜日までは臨時収集を休止します。ご不便をおかけしますが、皆様のご理解とご協力をお願いします。詳しくは司法12月号をご覧ください。以上、環境水道課からお知らせしました。こんにちは。嬉野市制施行10周年記念事業実行委員会からお知らせです。嬉野市は平成18年1月1日に嬉野町と塩田町が合併して誕生し、平成28年1月1日に嬉野市制施行10周年を迎えます。それを記念して1月31日日曜日、リバティにて嬉野市制施行10周年記念式典記念事業を開催いたします。
内容は午前9時30分から記念式典が行われます。記念式典では記念表彰、10年後の嬉野市の作文絵画コンクールの表彰式などが行われます。午前11時からクリエイティブディレクター CM プランナーとして活躍されている嬉野市出身の岡康道さんによる講演会、テーマはアイデアはどこからやってくるのかです。午後1時30分からは嬉野音楽芸能祭つなげよう未来へが開催されます。しのべえ奏者佐藤和也さん制作による嬉野支局の発表や嬉野市にゆかりのあるアーティストカナ、和太鼓、吹奏楽、鐘、笛などで演奏する浮遊の披露などが行われます。この嬉野音楽芸能祭のみ整理券が必要です。好評につき整理券の配布はすべて終了いたしました。なお嬉野音楽芸能祭以外の催しは整理券がなくても入場できます。またアリーナでは嬉野市内各地域コミュニティの取り組みを紹介する地域コミュニティ活動紹介、嬉野特産品展示販売、今年度10歳になる市内の小学4年生による10年後の嬉野市をテーマとした絵画コンクール作品展などが行われます。ぜひ皆さん会場で嬉野市制施行10周年をお祝いしましょう。詳しくは嬉野市役所企画制作課電話0954-66-9117までお問い合わせください。以上、嬉野市制施行10周年記念式典記念事業のお知らせでした。